よいしょ。はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯に迫りたいと思います。本日のお夕飯、こちらなるちゃん焼きうどん赤いきつね味を食べたいと思いますね。で、こちらでございます。美味しそうでしょこれね。あの作るとき驚いた、マーク粉末のあの粉のねソースがついてるんだけど、それ匂い嗅いたら本当赤いきつねの匂いがしたのよ。あのカップうどんのカップヌードルのカップうどんカップラーメンとカップうどんのあの赤いきつねの匂いがすごいするの。これ本当本日5月1日水曜日、19時6分でございます。はい、5月だね。頑張ろう、5月です。あとこれ、あ、スイカ、もうスイカ売ってんのよ。だからこれ残り物の草草から食おう。ね、草食べないとね。でも結構あのまあ草っていうわけじゃないか、あの結構これここで映ってないところで、まあ、バナナとか結構食べたんだ。バナナと草が何の関係があるかっていうとさ、バナナもこういう野菜みたいに体にいいの。早速いただきましょう。ネギとかあればよかったんだけど、ネギとかなかったから。大葉を刻んでのせました。具材は豚肉、油揚げ、玉ねぎ、人参、まあ家にあるものね。いただきます。匂いはほんとすごいいいよ。いい匂いする。いただきます。バクトクにうまい。まさにこの赤いきつね味、はい、どんな味って言ってくれたら赤いきつねの味がするって答える。ほんと赤いきつね味よ。うん、うまい。これネギじゃなくて大葉のせて正解だった。大葉の香りがこの赤いきつねの和風の味に素晴らしく合ってる。うん、これも美味しい。期間限定だから。
だから本当この焼きうどん食べてるのになんかあのカップのあのうどん食ってる感じがするんだよな。うん、おいしい。豚に入れた油揚げがいい。これは美味しいね。赤いきつねの味だ。緑のたぬきの味ではない。赤いきつねの味。美味しかった。もっと食べたい。今日はスイカがありますか。一個かじゃないよ、スイカだよっていうね。ああ面白い。いただきます。うん、おいしい。うん、まあ、甘いね。やっぱまだちょっと早いかなって感じはあるけど、熊本県産。まあ多分ハウスビニールハウスで作ってるんだろうけどね。うん、なんか不思議と昔のスイカの方が美味しかったような気がするんだよな。最近スイカの最近とあの冬は食わんけどさ、夏とかスイカ食べたらなんか昔のスイカの方が美味しかったような気がするな。何かが微妙に違うんだよ、これ。うん。でも久々にね、スイカ食べたらよかった。まるちゃん焼きうどん赤いきつねのやつ素晴らしかった、美味しかった。それでは、ごちそうさまでした。皆さんまた、お会いしましょう。さようなら。